義母先生。スイ。様はいさい、今回はですね指笛を義母先生しちゃいたいと思います。さあ、指笛の講師大城健太郎さんです。よろしくお願いします。いやー先生、はい、まあね、健太郎さんは僕の現代の後輩でもあるんですけど、まあ、指笛の先生も指笛も得意なのでね、今日は講師としてお願いしました、はい、よろしくお願いします。お願いします。もういきなり今指笛、やっていただきましたけども、沖縄の歌でも、沖縄の歌に限らず指笛ができるとね、かっこいいですし、やってみたいという方多いと思います。今日はね、細かくやり方をケンちゃんに教えしていただきたいと思いますけども、指笛、まあ、もうズバリいきなりですけど、はい、どうやったら出ますか？そうですね、まあ、ポイントとしては何個か紹介したいと思いますけれども、はい、まあどっちの指でもいいですね。指を輪っかにします。輪っか、僕は人差し指でやってますね。中指の方もいますね。親指と、まあ、人差しか親指と中指ですね、はいはい、で、下を、これが下ですね、ベロ下として、これを上に巻きます。上に巻きます。で、その下にこの輪っかを作った指を乗せて、で、指の真ん中に向かって息を出すことによって音が出るという仕組みですね。ベロを、内側に曲げてそこに輪っかを乗せる、で、音が出るという仕組みです。はい、ちょっといきなりですけど、じゃあ、はい、やってみます。はい、この抑揚をつける、なんかこのコツみたいなのもあるんですか？はい、そうですね、抑揚はまあ息の量というよりは息をまあ細く出すというイメージで音を高くしてますね。息を細くするために、下を前に押し出していますね。押し出して高い音を作ってます。ベロでそのもう前後することでその 音の高低をつけるということですか？はい、そうですね。だそうです、はい、このベロを上げたり、そのベロの前後で出すと、はい、そうですね緊張してます？そうそうそうこんな感じでなかなかあと思ったより息使ってないですね、息の量。あ、そんなにこう息を出さずに、はい、確かにこう鳴らない人たちってこうそうですねっていう人多いもんね。使いっぱいやっちゃうと逆に出ないですね、うんうん、もっと効率よく少ない息で実は出せちゃうわけよ、はい、うん、ちょっと僕もそんなに上手じゃないんですけど、やってみますね。出るかもしれないんで、今日ちょっとベロを曲げて輪っかを乗せます。出ました。出ま意外と出た。でも出るねあともう一つあれですね、下に息が出ちゃうと出ないですね。下にじゃなくて、こう下から漏れちゃうと出ないですね。前にですね、前、上か前ですねっていう感じになっちゃって、ね、上にです、ここにですね。あ、出た。で、下に行かないように手を下に思いっきりくっつけちゃってますね。こういう感じ。ああ、なんか意外とだから結構初っぱなやって出る人もいますよね。そうですね、うん、ぜひあなたもちょっとやってみてください。指笛、誰でも出せる、すごいこう荷物にならない楽器なんでね、ぜひ、トライしてみてください。今やったようにベロを曲げて輪っかを乗せる、でそして息を効率よく出していく、はい、その中で自分の多分なるところがあると思うんで、それをこういろいろ研究してみて、まあ、自分なりにね、出れば別にこう決まりはないですからね、はい、指笛ぜひねやってみてください。練習しましょう。今日はね、大城健太郎先生、ケンちゃんをお迎えしまして、指笛を義母先生しました。バイバーイ。やってみて。ありがとうございました。ありがとうございました。